はい、明けましておめでとうございます。2023年もよろしくお願いします。さしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、まず今日はの前に年末ですね。年末は終わりましたね。何でしたかね。積み木ですね。積み木が終わって、で、それからもう更新何もしてないんですけど、今日も2023年、まあおめでとう言ったんですけど、ちょっといつもとアングル違います。まあ、ね、今日は、刺し子と小銀店の初日で、今、日向店に、ちょっといつもと違うでしょ？ちょっとお正月感をちょっと出してるんですけど、ちょっといつもと違って日向店に来てて、で、今、練習はね、今その辺でちょっと、まだ準備してます。もう今日ですけどね。今日からなんですけど、まだ準備してます。笑ってますけど、ね。明けましておめでとうございます。はい、今、はい、おめでとう。もうちょっと聞こえていてください。明けましておめでとうございます。あが強かったね。あるが強かったね。ね、今ね、今店主です。今店主がね、明けましておめでとうございますということで、ちょっと強めのあーで行きましたけど、今まだ準備してます。で、僕もまあ写真撮りとかしたかったって来てて、今準備中がもったいないなっていうので、ちょっと動画をね、2023年最初の動画。まあ、一応この、積み木のね、積み木の再生リストにこれ入ると思うんですけど、一応今日からです、これね。よろしくお願いします。今日は5日ですね、1月の5日。ちょっとね、いつもとアングルがね、ちょっといつものアングルにしちゃうと、ちょっと影がね、このスマホの影が出ちゃうので、ちょっと斜めから入ってます。ね。はい。ということで、今日やりたいことは、まあ、もちろん刺し子と小銀店今日からっていうのもあるんですけど、年末がもう本当に、積み木が終わっおりました。でも、それから取れなかったので、いろいろな事情があって取れなかったので、今日は、ま、積み木のコメント、いただいたコメントを紹介する。2023年の最初がね、コメント紹介っていうのもちょっとあれですけど、コメント紹介の動画を撮ろうかなと、今、店主の準備待ちの間にやろうかなというので撮ってます。よろしくお願いします。なので、ちょっと今日ね、うちじゃないので、店なので、ちょっといつもと勝手が違いますが、コメントを紹介したいと思います。まあ、これ、この辺をこう、まあ、この辺こうね、一応こういうの、こういう刺し子ね、こういうね、こう飾る。今日からなんでね、刺し子と小銀店がね、ちょこのディスプレイ、これディスプレイされないのかな？これされるんだよね、後でね。ね、聞こえてないですね。一緒にはね。よし、じゃあ紹介します。ちょっと待ってくださいね。ちょっと僕も、楽な格好でちょっと今正座してたんですけど、足を崩してちょっと読みますね。で、ごめんなさいね、皆さんね、コメント書いてくださって何にもリアクションしてないんですけど、今からリアクション返信ね、ご紹介します。まずは2週間前ですね、花しおんさん、のんきな手芸の花しおんさんですね、おめでとうございます。花しおんさんね、おめでとうございます。これはね、最後の動画じゃなくて、あったんですよね、年末ね。なんか、トラブルがね、トラブルばっかりでしたね、年末はね。で、いただいてますね。大きいトラブル、大トラブル発生でしたね、と。過去分かる人だけ分かる。これね、分かる人だけはね、もうほとんど分かんない。僕と店主しか分かんないんですけど、トラブル自体はね。まあ、トラブルがあったってこと自体は分かる人だけ分かるってことでしょうね。そんなことあると驚きましたと。ね。これ知ってんのかな？多分知らないと思うんですけど、何があったかはね。まず年末ね、あったんです、いろいろ。2回に撮って、前編と後編で撮ったやつの、ね、後編をね、昼から撮ったんですよね。そうね、そういうのもあったね。あったよ、そういうのも。今思い出した。もう去年のことだけど。あったね。知らないよね、天使ね。細かいこと知らないよね、誰もね。え？トラブルがあったでしょうよ。
店主、店主から電話があった回があったでしょうよ。ね。うん？いや、言わなくていいんだけど、言わなくていいんだけど、あの、知らないよね、誰もね。書いたんだ。ああ、そうなんだ。ああ、知ってるんだ。ああ、知ってる人は知ってるんだ。ああ、じゃあ、これは、花島さんの言ってるのは間違いじゃないんですね。知ってる人は知ってるんですね。そのこと僕知らなかったんですね。いや、書かなくていいんだけどね。まあいいけど。いや、僕は店主のために、ちょっと店主の名誉のためにあまり伏せておいたんですけど、店主書いたんですね。しょうがないね、自分で書いたのね。あ？ああ、まあいいです、いいです。わかりました。すいません。それ、あったんです。知ってる人は知ってるですね。そう、あったんですよ。もう、また、その時もね、ちょっと、僕ね、またいつか話す機会があったら話しますぐらいで言ってたんですよ、店主。うん。店主、その、何でもかんでも喋っちゃうと、店主が、なんかね、かわいそうだなと思って。と思って、気持ち、ね、優しい気持ちで、密かにちょっとそっとしておいたんですけど、自分から言うっていうね、そういうことですかね。ありがとうございます、花島さん。ありがとうございます。お2回言った。で、次ですね、うさっこさん。こっからが前回のもう積み木が差し終わった動画ですね、の動画に対してのコメントになります。うさっこさん、ありがとうございます。おめでとうございます、うさっこさん。 ね、年越し、無事に年越せましたかね。はい。てってれーできてますね。ありがとうございます。まずは、完成、おめでとうございます。ありがとうございます。そして、秘密のさしこちゃん、あ、大発表、あ、そうでしたね。それもそうでしたね。忘れてました。ね、ちょっと、下手くそでしたけどね。発表の仕方がちょっとね、ちょっと、イメージとだいぶ違ったんですけど、まあ、下手くそでしたね。ね、大発表、ニヤニヤが止まりませんでした、と。あ、うさこさんね、ご存知だったんでね。で、こうして2種類の刺し方を見せてもらえると、積み木の柄の魅力もよく、あ、伝わりますよね。ああ、そうですね。またね、裏面が、まあ終わってないんですけど、ね、もう一つの方はね、ちょっともう終わってないけど、ちょっともうね、タイミング的にはあの時が一番かなと思って、秘密の刺し子ちゃんを公開というかね、教えましたね。だから今年は紙とペンシルの方はもう積み木を差し入れます。ね、ありがとうございます。で、108日お疲れ様でした。ああ、そうですね。だから今日109、あ、そうだ、今日109日目です。今日積み木の回なんで、今日はね、一応、あのペンがちょっと忘れて持ってきてないんで、ちょっとまた明日のなのかな、次回書かなきゃいけないですね。109日目っていうのはね。ね、前回は108日目。ね、煩悩の数って言いましたもんね。ああ、書いてるね。かっこ煩悩の数だとね。ね、聞きましたかね、除夜の鐘はね。で、花束。ね、花束。私も一緒に刺したいのでよろしくお願いします。と来てます。ありがとうございます。よろしくお願いします。刺してくださるんですね。嬉しいです。ね、ちょっとまだ、花束まだですよ。ちょっと今日まだ積み木の会がね、ちょっとまだ終わってないので、まあ、コメント紹介してます。うさこさん、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。あ、花島さんもですね、今年もよろしくお願いします。もしよろしければね、刺し子のお供にしていただけると嬉しいです。で、次行きましょう。次はマキさんですね。リボンのマキさん、2週間前、これも2週間前ね、ありがとうございます。で、マキさんからも、ほら、サシコちゃんって来てますね。サシコちゃんで、月アイコン。こんばんみ、あ、こんばんみが来ましたね。まさかの365日目標に、あ、図工ってなりましたって。ああ、そうですね。その、ひょっとしたらの話ですよね。そう、僕はもうひょっとしたら、今度の花束はもうね、もしかするよ、ひょっとするよっていうのをね、そう、リボンの巻さん200日って言ってたんですよね。だけど僕はもっと下手すると1年刺すんじゃないかなって思ってまして、ちょっとやってみないと分かんないんですけどね。だから今年は花束頑張りますよ。で、亭主さんが前に「運針は連続で7かっこ8目ぐらい」クエスチョンって言ってましたが、
それ目指したらもう少し早まるかもしれませんねと。あー、運針ね。そうね、運針か。運針僕で今どのぐらいですかね。 2,3 目ぐらいかな。3目4目ぐらいかな。ね、あんまりしないもんね。でちなみに私は最高で5目。あー、マキさんでも5目だからもういいんじゃないですか。もう3目4目ぐらいだからね、5目なんですね。いいですね、すごいですね。ぐらいですねと、5名ぐらいですねって書いてますね。で、私の年内の目標は差し散ら、あ、これも去年にいただいたコメントなんで、私のこれ年内の目標だから、マキさんの2022年の目標は差し散らかしを終わらせるですね。終わらせました。どうです、マキさん。ちょっと僕何にも見てないけど、インスタとかも終わらしたのかな。始まりますよ、大河ドラマもね。マキさん大河ドラマのこと言ってたから、もうね、早く差し終わってないと見れないですよ、大河ドラマもね。で、3年構想の、うん、かっこアラベスクサンプラー、3年アラベスクサンプラーっていうのがあるんですね。知ってます、店主アラベスクサンプラーで。ね。店主知ってます？知ってます。あ、知ってます、はい、あ、ほんと、アラベスクサンプラーっていうのがあるの。なんかいろんな柄があるの。こう、あ、いろんな模様があるやつがあるんだ。3年構想って書いてるよ。3年間刺してんのかな、ずっと。3年で刺す。あ、3年で刺すっていうのがあるんですね。それと、2月までに差し終わらせる寄せ模様24面。もうなんかもう多い。一個もう全部多いな。長いの超大作をいっぱいやってるんですね、マキさんはね。で、それがあると。2月までに差し終わらせる寄せ模様24面は、あ、例外、例外ですが、例外なんだね。最後まで読まないと分かんないね。で、刺し子でカレンダーはなんとか終わらせたいですと、頑張るぞと。で、刺し子でカレンダーというのもあるんですね。いっぱいやってるね、なんかね。で、積み木刺し終わりお疲れ様でしたと、ありがとうございます。やったねー、てってれーですね、ありがとうございますね。ね、すいませんね、もう年越しちゃいましたけど、本当はもう2022年で読むべきコメント紹介をね、今になって申し訳ないですね。ちょっとこう絵が全然動かないから、たまにこうこういうの動かしましょうかね。これ売り物じゃないって言ってました、店主がね。これ売り物じゃない。これ軽いんですか。こっち重い、結構ね。ね、はい、ちょっと動かしましたね。刺し子と刻印店もで、マキさんね、終わりましたね。マキさんも明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします、ね。じゃあ次行きましょう。次、みおさん。みおさん、明けましておめでとうございます。てってれー、これ今日何回てってれーって言うんだ。何回てってれーって言うんだと、もうずっと言ってるけど、てってれーですね。これコメントに書いてるからね、てってれーってね。そう、みんな書いてるんですよ。みんなね、やったね、さっきもまきさんやったね、てってれーって書いてて、みおさんも最初からてってれーって書いてて、みんな書いてるから僕読まないと。そう、僕が言ってるんじゃないですよ、これ。皆さんが書いてるから僕読んでるだけで、僕が好きだなって思ってる人もいるかもしれないけど、これ書いてるから読んでるだけ。ね。で、次。積み木完成おめでとうございます。ありがとうございます。そして、あ、そしてお疲れ様でした。あーんとね。ありがとうございます。もう疲れました、もう。ね。2022年は。ね、無事に終わりました。次、私はもう一つの方の見せ方も上手だなと思いました。あ、紙とペンシルの方ね、ありがとうございます。見せ方、もう一つの方の、あ、そうか、秘密のさしこちゃんのその見せ方が上手だと思ったってことかな。知ってはいても不意をつかれた感じです。あ、本当よかった、そう言ってくださる人がいたら。ちょっと僕は下手だなと思いながら紹介したんですけど、
上手って言ってくれるのは嬉しいです。ありがとうございます。で、私の今年の目標、あ、もうほら、これは今年の目標だから、これ2022年の目標だよね、これね。諦めないというのと、なんだこれ、副菜をちゃんと作るでした。おお、いいね。諦めないと副菜、あ、主菜じゃなくて副菜も作るというのが目標、2020年目標だったんですね、みおさんね。で、諦めないというのは刺し子も含めた手芸のこと、あ、手芸全般諦めないってことね。あ、いいですね。ね、まあ、できましたかね、諦めずにね。2022年もう終わっちゃいましたけどね。で、次、刺し子ちゃんはインスタグラムにも来ていただいたことがあるので、ひょっとしてプロフィールを読んでご存知かもしれませんが、私は今年3回目の何て書いてあるか、腱鞘炎か、腱鞘炎の、あ、そうなの、あ、知らない、読んでない。腱鞘炎の手術をして10年以上できなくて、おお、そうなの、諦めていた手芸に戻ってくることができます。あ、そうだったんですね。じゃあ10年ぐらいは手芸されてなかったんだ。手の腱鞘炎、あ、違うわ、目の腱鞘炎、あ、違うわ、これ3回目の目かごめんなさい。あ、今年3回目の目に腱鞘炎ってないもんね。腱鞘炎の手術をして、手でしょうね、多分ね。10年以上できなかった。あら、大変大変だけど戻ってきたんですね。なんか奥で店主が笑ってますけど、ね、いやいや、一応こうね、会話をしてるので今ね。店主、準備を頑張ってくださいよ、店主ね。はい、10年以上できなくて諦めていた手芸に戻ってくることができましたと。おめでとうございますだったんですね。で、手芸は手を使うので痛みを感じると辛いですが、諦めないでよかったな。ああ、そうなんだ、それは知らなかった、知らなくて今知った。ああ、そうなのね。え、よかったですね。でも諦めてないじゃないですか。でもちょっと気になるのが、痛みを感じると辛いっていうのが、まだ痛みがあるってことかな。ね、痛みね、ちょっとやっぱ無理はしないように、やっぱまあ諦めないなんだけど、無理はしないでって思いますけどね。で、次、来年の目標は、もう手術せずに過ごしたいです。いいですね。もう手術せずに過ごしたい。始まりましたよ、2023年ね。もう手術せずに過ごし、だから、もう手術せずに過ごすためには、無理せずにやっぱやった方がいいですよ。ね、刺し子もね。もう諦めないは去年までなので、ね、無理せずに、手術せずに過ごしましょう。ね、頑張りましょうね。今年もよろしくお願いします。あ、最後に、刺し子ちゃんセットも無事受け取りましたって来てます、店主。あ、ありがとうございますが、今聞こえたかな、店主がちょっと遠くの方でありがとうございますって言ってます。で、真のチームさしこちゃんを目指して、もう少しずつさしていきたいと思いますと。 ありがとうございます。さしこちゃんセットね、よかったですね。真の、もう真のチームさしこちゃんですよ、もうね。ゆっくりさしましょう、無理せず。本当に僕が花束さしてる時に、だいぶ時間がね、余裕が出る、見ている方のね、僕は多分すごくかかるので、時間がね、だからその時間を使ってゆっくりさせてくださると嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっとまた、じゃあこれ移動しますねなんかわかんないけど、これちょっと移動しますね。ちょっと絵が全然変わんないから。私の積み木がある、私の積み木がある、あ、ごめんなさい、店主ちょっと待ってちょっと待って、店主の積み木じゃあ後で見せますよ、別で撮りますよ。うん、ちょっと今コメントに、今日コメントを紹介する回だから。うん、ありがとうね。で、次、みおさんは読んだね。少しずつさせていきたいと思います。読みましたね。じゃあ次行きましょう。ちょっとまだ長いよ。今日はこう、まだいっぱいあるな、コメントが。ちょっと待ってね。次は、棒綿さん。棒綿さん、ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと時間も気にしながら。棒綿さん。そっか、前半後半と分けるか。誰も時間がちょっとだいぶ何分取ってる今。もう10、20分だから、ちょっと前半後半ね、
今日はじゃあ今花塩さん呼んで、うさこさん呼んで、まきさん呼んで、みおさん呼んで、ぼうわたさん呼んで、佐藤さんまで呼ぶかな。で、さきさんからはまた別で、明日でしょうかな。明日またうちで撮れるからね。ごめんなさいね、ちょっと長くなるからさ。まずぼうわたさんを呼んで、佐藤さんまで呼ぼうかな。ね、ぼうわたさん、いきますよ。ありがとうございます。こんばんは、とね、こんばんは。で、完成、おめでとうございます。ありがとうございます。わ、なんか、すごい、絵文字がすごい。ご苦労様でしたか。ありがとうございます。裏も綺麗ですね、と。ありがとうございます。ちょっとね、今見せれないからね。ごめんなさいね。ちょっと、今、ヒューガ店で撮ってます。丁寧に刺されるからでしょうね。ああ、ありがとうございます。2枚とも素敵ですね、と。ありがとうございます。丁寧というかね、ゆっくりっていうかね、遅いんです。遅いんですよ。ね、これは。もう、正直なところ。ね、ありがとうございます。次の花束は一度刺して、あ、ぼうわたさんね、一度刺してっておっしゃってましたもんね。チーム、一度刺してますが、チームさしこちゃんのみんなと一緒に刺したくて、あ、店主さんにお願いして送ってもらいましたと言ってますよ、ぼうわたさん。今ありがとうございますって店主が言ってみましたね。前回とは違う色で刺したいと思ってます。下手も済ませて準備万端。もうね、ごめんなさいね、もう2週間前にも準備万端になってるからちょっとまだ花束刺せませんよ。ちょっとコメント紹介もね、いろいろあるしね。あとインスタのやつもね、したいのでちょっと待ってくださいね。で、まだ色を決めてないので、ああ、いいですね。じっくり考えましょう。さしこちゃんが刺し始めるまでには決めたいと思います。と、そうですね。色決めを楽しみましょうね、ぼうわたさんね。即決じゃなくていいですよ。ああでもない、こうでもないって言ってもらった方が、僕としてはね、助かります。ね。年末年始は忙しいでしょうが、ご家族の時間も楽しんで、しっかり充電もして、来年の花束との戦いに備えてくださいね、と。音符マーク。また一緒に花束の時間を楽しみましょう。ありがとうございます。ね、年末年始はね、ゆっくり休みました。また年末年始の話もね、どこかでというか、花束を刺すときにでも思い出したら話しますね。おばあさん、ありがとうございます。ね、そっか、2枚目ですね。2枚目どういう風に、1枚目を刺して2枚目か。やっぱり1枚目とは違った感じで刺すのかな。決まったかな、もうな。2週間前だもんな。ね、2023年も明けましたしね。ありがとうございます、ぼうわたさん。次は、コメント紹介のこれ前半戦としましょうかね。前半戦というか、まあ今日はもうここまでで明日行きましょうね。残りはね、佐藤さんまで行きます。佐藤さんね、最近いつも短めで行くんで、ありがとうございます。佐藤さんは、綺麗。すごく良いよって来てますね。短い。ありがとうございます。クラッカー3つパンパンパンってなってますね。綺麗。綺麗でしたかね。そう言ってもらえると嬉しいですけどね。動画で見るとね、よく見えるのかもしれないですね。まあでも、ゆっくりはさしているので、まあ、綺麗に見えるかもしれないです。まあ、そんなことないかなとは思うんですけど、ね、あった。そう言っていただけると嬉しいです。はい。じゃあもう今日は、お、なんか、ごさごさ言ってますけど、ね、今日はちょっとイレギュラーで、新年最初は、さしことこぎん店が今日から始まるということで、撮らせていただきました。久しぶりに動画撮ったんで、ちょっと口がもうカラカラです。ね、はい。で、残りのさきさんから、さきさん、ゆうさん、これゆうの手仕事さんですね。ゆうさんさん、で、ぶたこさん、ししゃもさんと、まりえさん、まりえさん、お久しぶりですね。は、明日、紹介したい明日かな。次の撮るときに紹介しようかなと思います。すいません、お待たせして。今日は、花塩さん、うさっこさん、リボンの巻さん、みおさん、ぼうわたさん、佐藤さんまでを紹介しましたので、
まあ、今日紹介した皆さんにはコメント書かせていただきます。はい、じゃあ今日は以上となります。今日から刺し子とこぎん展が始まります。店主なんか一言あります？刺し子とこぎん展、素敵なたくさんがちょっと待ってガラガラ声だけど大丈夫、喋ったの僕なんですけど、店主が喋ったみたいになってる。いいですね、素敵な何、素敵な作品がたくさん並んでますので、はい、お近くの方はぜひ、遠い方もあの途中から通販できます。途中からね、それインスタグラム見たら分かるんですかね。はい、ということらしいです。ちょっと聞こえてるかな、声が入ってるかちょっと分かんないですけど、まあよろしくお願いしますみたいなこと言ってました今ね。通販も途中から、最初からじゃなくて途中ぐらいからするそうです。はい、今日は以上となります。今年もよろしくお願いします。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。